キャベツは何種類か苗を植えておいたので、今頃このように結球して、まあ、食べ頃になってきているのもありますね。このバナナ苗はちょっと品種不明になっているんですが、この親株は大変な越冬デグレードを受けたので、こういうひどい病み上がり葉をやっと出してまあこれなんかあたかも止め葉みたいに見えますが、止め葉じゃないんですね。でその次の巻き葉がこんな細い華奢なのが出てきて、どれぐらい陽芯を出してくれるか知りませんが、もう小株の方が大きくなってきていますよね。だいたい小株に追い越されてしまう親株というのは、まあ貧弱な成長をするか途中でダメになるかが多いんですがね、これはまあまあの小株が2本育ってきていますから、観察のためにこの親株を切断しないで、まあ、カットバックは2度ぐらいしたんですがね、その後まあ病み上がり葉を出してきているので、観察用に親株の方も置いてあるんですがね、まあ、こういう事例がこの畑でも3株ぐらいあったように思いますがね、まあ親株に追い越されずに越冬デグレードはあっても、最初病み上がり葉でもあとだんだん通常葉になってくるものは、まあ、そのままにしておいて、まあ、このように親株の方が大きくて子株も大きくなってきても親株を追い越しそうにもないというのは、あとは家計の状態、太さとか傾斜の仕方、カーブの仕方とか、そしてまた出葉枚数などを観察して、いつごろ出来しうるのかを見定めるようにしているんですね。これはナムアトールですがね、向こうもそうです。ここはナムアトールの列なんですが、この親株、ナムアトールの親株は昨年途中で生育が不調に陥ったので、一遍カットバックしてあるんですね。この辺でカットバックしてあるんです。でその後カットバックの後はまあまあ順調に成長してきたので、そのままにしてあるんですが、お、小株が1、2、3本ですかね、3本出てきていますね。それでそちらの方のナムアトールよりはカットバックした分背丈が低いですから、おそらくこれはいずれの時にか出来しても低い位置での出来になると思いますね。それでナムアトール、ここにアメリカ白ひとりの毛虫がついていますね。それでナムアトールもですね、カットバックした時の出来開花結実位置と、あとドワーフナムアですね、ドワーフナムアをカットバックせずにそのまま育ってもらった場合にどれぐらいの着花位置の違いがあるのか見るために、こちらのナムアトールはカットバックしたまま
あとは任せておいて、どれぐらいの総資サイズで出来開花結実するかを比較しようと思ってるんですね。まあ、本州ではドワーフナムワが栽培には適していると思っているんですが、ナムワトール、これナムワトールソレラですねと、旧那覇バナナ園さんがタイベジタブルバナナじゃないベジタブルバナナとして販売していたものは、まあ、私にとっては総資サイズも味覚もですね一緒ですので、タイベジタブルバナナと、まあ、私が言っているものとムサナムアトールは同じものだと認識しています。それのドゥワーフは、まあ、これこのようなものですが、タイベジタブルバナナあるいはナムアトールをカットバックして着火位置を低いところに持っていってしまえば、ナムアトールあるいはタイベジタブルバナナのカットバック着火とカットバックしないドワーフナムアは結局は同じことになると思うんですよ。ということは、まあ、最初からドワーフナムアを育てる方が面倒くさくなくていいんですが、耐寒性もありますし、味もナムワトールあるいはタイベジタブルバナナと、まあ、一緒ですしね。でももしドワーフナムワを持ってなくて、ナムワトールとかタイベジタブルバナナしか持っていない人は、低い位置で着火させるためにカットバックしてしまえば、ドワーフナムワを栽培しているのと同じ結果を得るということになるんじゃないかと私は思っているんですね。まあ、メリクロン育ちのドワーフナムワは小さい苗でも当地でしたらば、和歌山県でしたら露地越冬するんですが、万一親株がダメになっても子株をたくさん出してきますので、まあ、その後のことを考えますとね、やはりムサドワーフナムワの方がいいかなと思っています。本州ではですよ。沖縄とかでしたらやはりトール系のものの方が育てやすいだろうと思いますね。あとドワーフナムワには斑入りのものもあるので、まあ斑入りバナナが好きな人はナムワトールよりもドワーフナムワの方が楽しみがあっていいかなと思いますけどもね。